皆さんこんにちは。スタイルハウスでラグナ先生術の連載を持たせていただいております占い師の矢田と申します。今回は2021年の下半期のまとめ記事公開に合わせまして解説をさせていただきたいと思っております。この2021年下半期ですね、皆さん今ちょうどこの動画が公開される頃は7月ぐらいなので、その気配がもう来てるかなと思うんですけれども、特徴としては基本的にそんなに暗い時期にはならない、木星が強い時期なので前向きなニュースも出てきますし、社会的な安定もある程度ある時期ながら、ところどころで今起きているような感染拡大ですとか、ちょっとトラブルの種になるような出来事が具体的には7月ぐらいと10月ぐらいに1回ずつありますけれども、基本的にはそんなにポジティブさは失われない時期になっております。ちょっと問題が現れやすい時期としては、今現在この木星と土星という結構影響力が大きくて動きの遅い惑星が逆行してるってタイミングになってるんですね。でこの逆行してる惑星の影響っていうのがもう出てるんですけれども、こちらが特に影響力を増すタイミングっていうのが9月の13日から起こってきます。でこの9月の13日を過ぎると何があるかというと、木星が減衰といった一番弱い位置にヤギ座に戻っていくんですね、逆行して。なので去年の年末から今年の4月ぐらいまでにかけてあったちょっと先が見えない状況というか、ポジティブさが失われやすい状況というか、そういう時期が一回戻ってくるという時期があるんですね。全員がやっぱり漏れなく影響を受けるので、どうしても社会的な不安とか、個人的にもちょっと精神が不安になりやすいとか、人からの助けを得にくいとか、特に今現在この6月7月ぐらいは比較的明るい時期の雰囲気にも皆さん慣れてしまってるんですけど、逆行で一回また木星のパワーが落ちて若干後ろ向きになる時期が戻ってくると、まあ、いい時期をちょっと見てる分大変というか、そういうギャップみたいなものが9月13日から11月20日の間は起こってくるので、ここが下半期のポイントではあるかなと思います。ただそれを終えると12月に入るとまた雰囲気は明るくなって、そこから年末まではおおよそ全てのラグナで運気が安定していって、年末は楽しく過ごせるんじゃないかなという見通しですね。一番のポイントは9月13日から11月20日あとは時節柄このウイルス関係の出来事が起こってきそうなタイミングというのがだいたい10月ぐらいからですね。10月ぐらいから12月の入り口ぐらいまでは少々そういう感染拡大的なことが起きたりとか、ちょっと不安になるようなことが重なって起きてきますので、このあたりが一番注意が必要な時期かなと思います。それでは各ラグナごとの運気を見ていきましょう。はい、2021年下半期のヤギ座ラグナさんの運についてお話したいと思います。特徴的なのはこの逆行期間ですね。土星というのがヤギ座ラグナさんにとってのルーラー、つまりは自分自身を示す星になりますので、この土星の動きとか土星のパワーにとても影響を受けるんですね。この土星が逆行して再び射手座に戻っていくという時期が今年の6月頃から10月頃にかけてあるんですけども、この時期は2017年から20年ぐらいにやってきた陰にいる期間というか、引きこもり期間というか、人によってはちょっとそういう不自由な経験ですね、ずっと家にいて何か作業しないといけないとか、ずっと例えば人の面倒を見ないといけないとか、そういった状況が一時的に戻ってくるという運ですね。新しいスタートを2020年から経験されているヤギ座ラグナさんは多いかなと思うんですけれども、一度立ち止まるとか、一度自分をもう一回チェックし直すとか、引きこもるとか、そういった運がやってくるのがこの下半期は非常に大きいトピックかなと思います。それとほぼ同時にやってくるのが、ちょっと矛盾するような言い方をしますけれども、自立創業独立に関する運を実行するみたいな流れがやってきますので、この時期はもしかしてあれですね、そういった自立創業に関して外に出ずに仕組み作りをするとかですね、外に出ないでそういったものにコツコツ淡々と取り組むっていう、金運については強い幸運があるものの、自分自身は結構不自由な状況にあるっていう状態になるヤギ座ラグナさんがあるかもしれないですね。あと特徴的なのが出会いの運ですね。この出会いの運は主に2020年から断続的に来てるんですけれども、この運が再び木星の逆行によって
もたらされるので、今年の6月ぐらいから木星が逆行して、再び出会いの運のスイッチがオンになっています。恋愛運に非常に好影響になっているので、出会いにも非常に期待できる下半期になるかなと思います。2021年のヤギ座ラグナさんの仕事運、金運についてですね。今年の4月から9月は非常にいい流れがやってきていますね。お金が増えていく流れができる。それがアイデアレベルで4月ぐらいからやってくるんですけれども、実行できるタイミングというのは6月ぐらいからになるかもしれないですね。ただいずれにせよ、お金については非常にいい時期というか非常に大事な時期になるんじゃないかなと思いますね。新しい仕事を始めて、それがうまくいくっていうシンプルな流れが6月から、9月にかけてはあります。今はスタートダッシュというか、アイデアを形にしていく、それが形になってうまく回り出すっていう流れですね。このスタートダッシュみたいな時期に当たるんですけれども、来年からのテーマというのはちょっとトーンダウンというか、より現実的によりはっきりと地に足をつけて、それを形にしていく、継続していくっていう流れですね。いずれにせよ仕事に関しては今年の年末下半期、来年にかけては引き続きヤギ座ラグナさんにとって非常に大事な時になりますね。独立創業の運が続いていくということになるんですけども、来年そういった現実のものにしていく、地に足をつけて続けていくっていうことの他に、芸能に関する運が非常に高まる、あと移動に関する運が非常に高まるタイミングになるので、例えばテレワークが非常に多くなるとか、そういった移動と仕事が関わってくるというのは来年にかけて起こってくるかもしれないですね。今年の年末から、そういった展開がヤギ座ラグナさんにやってくるかもしれません。基本的にこの惑星の逆行の時期を経て、来年4月というのが次のターニングポイントになります。来年4月というのはこの創業の時期の終わりであり、次の時期へのテーマの移行になっているので、自立独立立ち上げ、もしくは新しい仕事への取り組みみたいなものは来年4月にかけて行うっていうことを念頭に置いていくと、うまくいくと思います。はい、2021年のヤギ座ラグナさんの恋愛運についてお話したいと思います。恋愛運というよりはもうちょっとヘビーなテーマですね。運命的な出会いですとか、これからの人生を共有していく相手と、一緒に時間を過ごすための覚悟をするとか、そういった少しシリアスでヘビーめなテーマですね。そういったものは2020年から続いていて、この2020年から、来年春までの間に出会いを、経験されたヤギ座ラグナさん、きっと多いんじゃないかなと思うんですけれども、今年もそのテーマは、続いていきますね。今年は特に経済的な状況が良くなっていくという方向性があって、それが家族との関係、例えば結婚を経験されているヤギ座ラグナさんにとっては経済状況っていうのが家族の関係、家族の中での平和みたいなものにダイレクトに影響するのでですね、人によってはこの経済的な状況が良くなってきて、パートナーとの関係、家族との関係が良くなって、お互いを見直すようなタイミングですよね。関係の改善につながってきた、それが4月ぐらいから起こって、もう7月ぐらいにはそれがはっきり現れてきた、結構今パートナーとの関係、恋人との関係がいい感じだというふうになっているヤギ座ラグナさんがきっと多いんじゃないかなと思います。この家族運の安定みたいなものは恋愛においても非常に大事で、この運は来年4月までは持続しますね。来年4月以降はまたちょっとカラーが変わってきて、主にお仕事運ですかね、もうちょっと今後の家族の関係についてお金の入り方を見つめ直さないといけないタイミングが来るので、少し家族としての関係には年末見つめ直すイベントが起きるかもしれないですけれども、年末の恋愛運がヤギ座ラグナさんは全てのラグナ中で一番と言っていいぐらい良いラグナになりますね。この年末12月7日以降ですね、厳密にはに非常にパートナーとの関係、もしくは恋愛が安定する、お互いの間に充実した楽しい関係を持つことができる、あとあまりネガティブな感情が発生しにくいですね、この年末は。なので、この年末は、そんなに大きく動くというよりはお互いに、長い時間を共有して縁を深めるみたいな、2人の時間をしっかり持つようにすると良いかなと思います。今年の年末非常にいい時期になりますね。来年になると今度は旅行が、パートナーとの関係を盛り立ててくれるようになってきますね。
ですので、来年に入ったらいろんなところに旅行をしてみる、恋人パートナーとの旅行を考えてみるとステップアップが望めるかなと思います。はい、2021年下半期のヤギ座ラグナさんへのアドバイスになります。基本的に2020年からヤギ座に土星が入っている時期になりますので、自分の星である土星が自分の場所であるヤギ座に入っていて非常にパワーアップする時期になっています。これはヤギ座ラグナさん的には非常にいいことで、であると同時に世界的にも、社会的にもこのヤギ座的な振る舞いがとても求められるという時期になります。例えば、自粛とかですね、忍耐とかそういった属性は土星の属性なんですけれども、ヤギ座ラグナさんは比較的そういったものに耐性があるというか得意なジャンルになるかなと思うんですね。そういうふうに、自分を制限しながら一歩一歩着実に歩むっていうこのヤギ座特有の動きですよね。これはヤギ座ラグナさんにとっては難しくないですし、それをやることでどんどんヤギ座ラグナさんの運は良くなっていきますし、社会的に活躍もしやすくなっていくんじゃないかなと思います。まだパワーアップ期間は、来年以降も続きますので、この2020年から25年という長い期間においてヤギ座ラグナさんは、まだまだ活躍の機会に恵まれるかなと思います。一時的にお金への強いダメージが発生するタイミングが一箇所あって、それが、今現在この動画が公開される7月から7月20日までの期間はちょっとお金へのダメージが強いので、ここはお金に関してそういった若干心配なトピックが出てくるかもしれないですけれども、そんな長続きはしないですね。7月20日を過ぎれば回復するということ。これ同時に健康へのダメージとして現れる方もいらっしゃると思いますけれども、これも大丈夫ですね。基本的には体力はある時期ですので、健康問題もそんなに強く現れないかなと思います。必要な動きとしてはプレッシャーがかかるというのはあるんですけれども、そのプレッシャーに負けずに進むというのが非常に大事な時期になります。特にヤギ座ラグナさんは、その今現在そういった状況にある方が多いかなと思うんですね。それは土星がヤギ座に入っているからなんですけれども、でもそのプレッシャーを力に変えて進むみたいなことができるのがヤギ座の特徴なんですね。なので一定のテンションを保ちながらそのプレッシャーを、重い荷物を背負って進むみたいな地道な作業が最もヤギ座ラグナさんの運を上げてくれますし強化してくれるので、今年は特にそうした淡々とした努力というか姿勢が幸運を呼び込むような下半期、来年にかけてもそうですけれどもそうなるんじゃないかなと思います。あともう一つ心がけておくべきことというのは、アウトプットの年は来年になるということですね。今年は基盤を作る年で、来年にそういった自分がこれまで蓄積してきたものを発揮するとかアウトプットしていく、もしくは動いていくみたいな流れがやってきますので、先生のポジションにつくとかそういった流れがやってくるヤギ座ラグナさんもあるかもしれないですけれども、そういったタイミングが来年からやってくることに備えておくというのがこの下半期は大事かもしれないですね。